はい、こんにちは。えー、田中雅です。今日はですね、20代で人生決まるのかどうかっていうことについてお話しさせていただきたいと思います。えー、最近ですね、最近というか、数年ぐらい前から、えー、まあ、とあるインフルエンサーの方とか、まあ、えー、それに付随して、他のインフルエンサーの方々もちょっと、えー 20代で人生は決まるというようなことをまあおっしゃっている方々が出てきているんですけれどもこれについてあの私が思うところっていうのがあってまあこれは別に負け惜しみとかえ悔しいからとかえ現実をから逃避現実投棄しているみたいに思われてしまうかもしれないんですけれどもまあ 20代で人生決まるっていうのは何でしょう重要な言葉が抜けてるなって思ってるんですねあのー、10代20代で確かにその大枠っていうものは決まってくると思うんですよ、えー、人生の例えば、えー、僕だったらあのー、まあ 子のの頃からなんですけれども、まあ、書くのは得意今、えー、ライターの仕事をしてるんですけれども、文章を書くのは得意だったなと、えー、別にこれ、あのー、正直、特に、えー、あまり訓練は訓練していないというか、作文とかすごい昔から得意だったりしたんで、まあ、持って生まれたものなのかな、ある程度、もっと生まれたものがあるのかなと思っているんですけれども、もちろんその練習はしてるんですけれども。えー、ただ、まあ 最初子供の頃にそう思ったんでまあそうなってくると、えー、10代とかもまあ例えば自分で空いた時間とか、えー、まあ書くことならなんかできるんじゃないかと思いますし実際にその高校時代に円形、えー、の脚本とか書いてまあ見よう見まねでもう最初は本当に散々な出来だったんですけれども、えーとまあ、その。 演劇の脚本が実際に舞台化されたりもしたのでまあそういうちょっとした成功体験っていうのがあるからまあ大学とかでも、えーまあ、文学部でしたし私そもそもでまあ、えー、20代前半というかまあ二十歳ぐらいになった頃から大学の映像サークルに入りましてそこはもともと脚本を書きたいというような目的で入ったんですけれどもまあ 結果としてその自分の脚本を理想化してくれるってなってくるとえまあ他にやる人がいなかったので自分もで監督もやって主演もやってみたいな形でやらせていただいたんですけどもベースはやっぱり各方脚本だったんですねであのそのまま大学院の方もその関連のえ大学院の方に進めさせていただきましてでなのでまあ本当に10代20代で えー、決まるっていうのはおおよそ正しいとは思うんですよ。でその僕20代の2 7 2 5歳の時に、えー、まあ、えー、きっかけとなった、えー、デビューのきっかけとなった構成作家の事務所に履歴書を送らせていただいてそこで入らせていただいたんですけれども。 まあ別にそこはあの文章力とか全然何も見てなかったんですけどね、私の。ただ、結果としてその書くことっていうのをまあ10代、20代まででずっと続けてきてたんで、書くことを続けてきたというか、書くっていうのをベースの上で、人生をまあ知らず知らずのうちに設計してきてたなっていう部分はあるんで、20代で人生決まるのかなっていうのは、おおよそ、おおよそ正しいと思うんですよ。ただ、別にその、 なんかその言ってるインフルエンサーの方って、だから20代のうちに、20代のうちにめちゃめちゃ頑張らないといけないよとか、めっちゃ努力しないといけないよっていうのは、じゃないとあなたは成功しないみたいな、なんかその10代、20代で努力してこなかった人っていうのを、なんかそれで、今30代、40代とかなってる人たちなんか切り捨てるような、切り捨てるつもりはなくても、切り捨てているように聞こえる。 えなんかあたかも聞こえるような言い方をしてるわけじゃないんですけどもそういうふうに聞こえてしまうっていう部分があるんでえちょっとそれはえ違うと違うというかあの正しくはまあ今僕がつらつらと語ってきたえことっていうのはその別に僕自身はその10代20代の頃まあほとんどえ努力してきてるつもりはなかったんですよ。 えー、もしかしたら努力してたのかもしれないですけどそれをまあ努力と受け取ってるか否かっていう話だと思うんで僕でもまあ客観的に自分を振り返ると僕は全然あの努力とか全くしてないしむしろ全然遊んでたと思うんで、えーまあ、だからこそなんか負け越し見てるみたいに聞こえてしまうのかもしれないんですけども正しくはその10代20代で人生の方向性が決まるんじゃないかなと思うんです。 その10代20代人生が決まるの間に方向性って言葉をなんか抜けてるなっていうふうに思うんですよね。あのまあ、えー、やっぱりその今起業されてる方とか、えーまあ、で成功されてる方、えー、まあ40以降になっても起業で起業して成功してあのすごく、えー、ダキュット商品作られたりとかサービス作られたりとか。 なんか爆発的に知名度を上げたりする方って40代とかでもいると思うんですけどもまあでもそのかそういう方もまあルーツをたどってみるとまあえ10代にこんな環境で過ごしてましたえ20代でこんな仕事をやってましたとかえこんなえまあえことを学んでいましたとかそういったバックグラウンドが絶対10代20代にはあるんですあると思うんですねえただ そこでその目が出たかっていうとちょっとそれは違っていてえででもまあやってきたことをベースの上でまあ30代とか40代とかで起業されてえまあ起業じゃなくてもいいんですけれども本を書かれたとかでも全然いいんですけれどもそれでなんかえーバーンと売れたりっていうようなことってあると思うんでっていうか結構そういうケースの方が多いんじゃないかなと私思ってるんですけれどもまあなのでまあ 特にその10代20代でめちゃくちゃ努力してきたから、えー、めちゃくちゃ努力してそこで人生決まったからずっと売れ,、えー、ずっと売れ続けるとか、えー、ずっと成功し続けるとかそんなことはないと <laughs> なんかあのいろんな事例を見てたら僕はそう思うんでただそのルーツをたどるとそのその大元となる、えー、方向性大元となるもの,あの道筋を10代20代までにたどってきたからその今の 今の授業や今の授業をやっているとかこれ成功とかじゃなくて今のこの仕事をやっているとかこんな生活をしているとかっていうのがあるんじゃないかなと思うんでま正しくはその10代20代でえ人生の道筋おおよその方向性っていうのが決まるっていうことがあのあるんじゃないっていうことが正しいんじゃないかなと個人的には思いますやっぱりそのいけない30代40代で あの全く違う業種に行くとか全く違うことをやるっていうのはまあハードルが高いというかなんかあまり想像できないことじゃないか想像しづらいことじゃないかなと思うんであのやっぱり歩んできた道の先にしかえ何をやるにしても物事ってないと思うんで。 私だったら今、例えば30代からずっと英語の勉強を始めて、まあ、全然話せるようになってるわけじゃないんですけれども、今、翻訳の仕事とかやってたりはするんですけども、ちょこちょこ。その翻訳の仕事って、あの英語ができる人というよりかは、日本語ができる人の方が重要なんですね。正直なことを言うと。正しい日本語をちゃんと使える人、使えるとか書ける人っていう方が、その翻訳では重宝されるんで、えー、まあ、 それはやっぱり10代20代の経験なのかなとは思う経験というかかど、えー、ってきた道筋なのかなと思うんでまあだからやっぱりその時もあ人生20代までで、えー、方向性がおおよそ決まるのかなっていうふうには思いはしましたそうですねそんな、えーまあ、このことに関しては、えー、そのような意見を、えー、持っています皆さんどう思われたでしょうか ぜひご意見などお聞かせいただければ幸いです。それでは。